今回は最強14万都市の動画をお送りしていきます。ついに最強14万都市が決定します。勝ち抜き組の滋賀県草津市と茨城県土浦市が対峙するのは鳥取県米子市、埼玉県狭山市、愛知県小牧市。さまざまな都市データで勝負の論より証拠の10連戦で検証していきます。1試合目、大勢力指数等の小牧市の競り勝ち、4点差の2位は土浦市。2試合目、製造業ラフ化価値額等の小牧市の競り勝ち、3点差の2位は狭山市。3試合目、商業年間商品販売額等の小牧市の勝利、2位は土浦市。4試合目、建築床面積等の小牧市の解消、2位は草津市。5試合目、農業畜産等の小牧市の解消、2位は土浦市。6試合目、飲食店数等の米子市の僅差勝ち、4点差の2位は小牧市。7試合目、卸売業従業員数等の小牧市の圧勝、2位は土浦市と米子市。8試合目、運輸郵便業売上等の小牧市の勝利、2位は土浦市。9試合目、製造品出荷等の小牧市の勝利、2位は草津市。最終戦、一般病院数等の米子市の勝利、2位は土浦市と小牧市。全10試合の最終結果が出ました。小牧市勝ち点92、土浦市勝ち点38、米子市勝ち点38、草津市勝ち点28、狭山市勝ち点10、8回1位の小牧市が圧倒的な勝差で優勝です。土浦市と米子市は8点で並ぶ熱戦になるも、1位のない土浦市がポイント6差で2位、米子市は2回1位を取りながらも惜しくも3位、ポイントでは2位の草津市は運に見合わされたのか勝ち点伸びずに4位、狭山市は終始苦しい戦いとなりました。この結果、14万都市最強は小牧市となりました。2位の土浦市ともども武蔵野カリアという規格外の最強2都市がいる15万都市相手にどうなるかについては次の動画で検証していきたいと思っています。この動画はここまでです。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画を少しでも楽しいと思っていただけた方はぜひチャンネル登録をお願いします。他の動画もぜひ見てみてください。コメント、高評価、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。